まあ、仲間の力になれるようにホームランを試合で打ちたいなと思って今回応募させていただきました。野球を始めたのは小学校1年生からこの野球を、はい、始めました。まあ、兄が少年野球をやっていたので自動的に僕も加入するというような流れで野球を始めたというのがきっかけです。高校の時は、神奈川県大会の3回戦であの最後の夏は終わったので、大学まで野球をやらせていただいて、そこからあの地元の相模原であの野球をしていたんですけど、あの結婚を機に横浜に出てきてしまったので、今もあの相模原でもあのプレーはしてるんですけど、なかなかあの帰ったりっていうのは難しいので。野球してなくはなかったんですけど、またあの仲間に誘っていただいて野球をやる機会が増えたっていうような形ですね。あの高校時代から知ってはいるんですけど、あの本当に仲良くなったのはこの大学生に入って草野球を始めるようになってから本当に仲が深まったなと感じてます。あの仕事もそうですけど、やっぱり自分の好きな野球をできる時間っていうのはすごい、まあ、楽しいですし、楽しいのその一言ですね、本当に。やっぱりあの仲間と一緒に楽しくやるのもそうなんですけど、今年からあのチームの方も、A から C クラスっていうふうにあの連盟で分かれてるんですけど、今年からあの A クラスに、A クラスで戦うことが決まったので、まあ、少しでも力になれたらなと思います。誘ってくれた仲間と、まあ、楽しく野球をやってますけど、まあ、その仲間とともに A クラスで勝ち上がって、横浜市の大会であったり神奈川県の大会であったりと、どん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 上を目指して、いけたらなと思います。あのヒットは打てるんですけど、ホームランは出てないっていうのが現状です。まあ、仲間と一緒にもちろんあの楽しく野球をやってるんですけど、いざそのホームランしたいなと思うと体に力が入ってしまったりとか、まあ、あの空回りしてしまうって感じですか、やる気と、はい、空回りしてしまいます。まあ、技術的にはためがないっていうよく仲間に言われるんですけど、多分自分の打てるポイントまでボールをしっかり呼び込めてないとか、そういうところがあのホームランが出てない要因なのではないかなと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。白井と申します。本日はよろしくお願いします。古木です。よろしくお願いします。まあ、なかなかあの自分の思った通りのバッティングができないので、速い球に詰まってしまったりとか、はい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 、今度速い球に合わせてると変化球振ってしまったりとかがあるので、はい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 、そういうところの、まあ、ピッチャーとの戦いの中でどういうことを意識しているのかなというのをお伺いできたらと思います。変化球とまっすぐの対応って実はプロ野球選手とかでも難しいんですよ。で、なんで打てるかって言ったら、ある程度の予測と、はい、山の張り合いっていうのもやっぱりあるので、そういったところを含めて行けるといいですね、はい、でも、変化球を合わせて速い球ってすごく難しいので、まっすぐに合わせて変化球を打てるように頑張ってちょっと指導していきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。左手が、下の手がリードの手になるわけです。はい、で、上の手がパワーの手になるわけです。で、下の手がしっかり使えると、僕もそうだったんですけど、やっぱり結果を残したくなると上の手強くなってきます。ポイントを近くして、なるべく三振をしたくないから、ポイントが近くなる。ポイントが近くなるってことは、上の手で捉えるしかなくなってくるっていうような現象にもなっていると思うんですけど、変化球なの、まっすぐなのっていうのは、足でこの行きながらっていうのがだから大切なんですよ。位置止まる。そのまま当て、そう、もっとそのまま、じ止まって、そのまま当て、ああ惜しい。
一瞬でいいから自分の中で止まる、はい、パチッって感じ、パチッってそのまま手を早く、そう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 、今まで野球を続けてきたんですけど、初めて聞くこともあったのですごい新鮮でしたし、すごい自分のプラスになりました。ピッチ止まる、手を早く、おうまい、超